の匂い。そろそろだよ。ブラスターブレードを過去に行って小学生の会に返すだと。できんのかよそんなこと。はあ、なんだよ。私たちもエミちゃんたちもこれまで時間を移動していくつもの世界を巡ってきたんですけど。言われてみれば。話を整理させてくれ。お前が偶然手にした貝のブラスターブレードを持ってきちまったために、仙道愛知は貝からブラスターブレードを受け取れなかった。ヴァンガードに出会わなかった仙道愛知はサンクチュアリを作ってそこに引きこもった。だが貝にブラスターブレードを返せば、仙道愛知はそれを受け取ることができる。愛知はきっと帰ってくる。太陽が星空を隠した、見つけてと誰かがささやく。いつもと違う目覚めの時、世界が始まる音を聞いた。灯台の足音に紛れたほころびのかけら探してみよう。過去今未来地図広げて飛び込め不思議の向こう。ここからだそう、僕らはまだ Day by day、 長い旅の
そうか。おい、妖精。私のこと？お前たちが入れなかった原因はわかるか？だったら、原因を突き止めようぜ。再チャレンジはそれからでもできる。え？ひょっとして、私のこと、励ましてくれてるの？おじさん。おじさんじゃねえし、励ましてるつもりもねえし。ありがとう。いいとこあるじゃない。なんだよ、お前まで。あそこに住んでいるのは、カイにブラスターブレードをもらわなかった仙道愛知か。どうしたの？カイはどうしてるんだ？愛知にブラスターブレードを渡さなかったことで、カイにも何か変化が起きてるってことはないのか？愛知様の声を伝えるわ。カイトシキをここへ招待しろ。招待？へえ、カイトシキね。俺はピンクハリケーン。SK4 がいつまでも3人ってわけにはいかねえだろ。フォーザサンクチュアリでさ、いきなりだけど、その仕事俺に任せてくんないかな、イエロータイフーン。この手の顔って好みだし。てめえ新参者のくせして勝手なこと言ってんじゃねえぞ。オレンジサイクロンの言う通りなのです。ここはファイトに勝った者がことに当たるということにしては。いい考えじゃねえか。待てよ、カイトシキの名を聞くとここんとこがなんかざわざわするんだ。そう、だったら行くといいわ。何勝手に決めてんだ。そうなのです。ほら、そんなことしてるから。のあの野郎。仕方ないのです。お手並み拝見と行くのです。しゃあねえ。早くカイトシキのところに行って、実際に何か変化が起きてないか確かめよう。それなんだがな。あ、すまん、俺はカイの家を知らない。あなたが使えないのは相変わらずだけど、カイトシキに関するページが開かない以上これにも頼れない。じゃあカイトシキには会えないの？心配ない。あいつが通っている高校なら。いぶきか？はい。いぶきだろう。久しぶりだな。三輪。っていうかさ、会うなりカイの家に連れてってくれってのはどうなんだよ。3人で会いたいと思ったんだよ。ねえ、おじさんたちってどんな関係なの？おじさん？そう、おじさん。めいっ子？ちげえよ。それよりさ、ちょっと聞きたいんだけど。ん？彼女？ちげえよ。そうか、よかったよかった。あ、そうかそうか。よかった。お姉さん好みだから。けど助かったぜ、お前に会えて。だろ。
ここだぜ。あ、豪邸じゃねえか。カイの親父さん、今は社長だからな。おじさんが知ってるのとは違うの？はい。こんばんは。どんな風に？あ？どうかしたか？なんでもねえよ。な。そっか。なんだよ、ミワ。どうしたんだ、こんな時間に。懐かしいやつに会ったんで、連れてきた。ん？よ。いぶき、いぶきじゃないか。久しぶりだな、カイ。懐かしいな。ああ。これが、カイトシキだと。トシキ君、お友達なら入ってもらえば？わかったよ、母さん。母さん。いらっしゃい。息子と仲良くしてくれてありがとう。父さん、そういうのはいいから。ちょうどよかったわ。カレー作りすぎたところなの。いぶき、ん？彼女？違います。そうか。母さん、としきくんにも連れてきてほしいな、そういう人。やめてよ、母さん。もう。両親が失踪していなければ、カイはこんな風に成長していたのか。おじさんの知ってるカイとしきは、こうじゃないの？いぶき、そもそもその子たちとはどんな関係なんだ？ひょっとしてヴァンガード仲間とか？そうですだよね、シカちゃん。そうなんです。ヴァンガード？なんだよ、忘れちまったのか。小学生の頃、いぶきに教わったじゃねえか。そうなの？ああ、この二人にヴァンガードを教えたのはこの俺だ。思い出した、あのカードゲームか。どうだ、久しぶりにやってみたら。え？なあ、いぶき。そうだな、やろうぜ、カイ。ああ、やろう。どこにしまっちゃったかな。ここだと思ったんだけどな。おじさんの知ってるカイトシキはヴァンガード久々ってことないよね。ああ、バリバリの現役だ。よかった。あった、こんなところに。スタンドアップル、ザ・ヴァンガード。グライムか。グライムにライド。今もあの頃と同じロイヤルパラディンなんだな。ああ。シカちゃん、ロイヤルパラディンって愛知のユニットたちじゃ。愛知？愛知のこと知っていますか？愛知。まさか知っているのか。ああ、私、仙道愛知の妹です。お前、仙道愛知とどこで会った？いや、勘違いだ。
そんな人に会ったことはない。そうですか。ごめんね。ライド、落日の刀身、ダスクブレード。これだこれだ。ライド、ナイトスクワイヤーアレン。ライド、ナイトスクワイヤーアレン。なんだ今のは。豪脚のブラストモンクでアタック。ガード。幸運の運び手エプナ。まただ。スタンド&ドロー。ライドザ・ヴァンガード。ソウルセイバードラゴン。ソウルセイバードラゴン。あの頃のカイのデッキには入ってなかったカードだ。どうかしたか？カイ、そのデッキブラスターブレードは入ってねえの？ブラスターブレード、小学生の頃お前のイメージを爆発させたカードだよ。そしてこいつが俺のイメージを爆発させてくれたカードだ。ライド・ザ・ヴァンガード。そうだ、その通りだ。ブラスターブレードが俺のイメージを。いいか、イメージしろ。そいつみたいに強くなった自分を。それがイメージできたらお前はきっと変われる。イメージはお前の力になるんだぜ。カイ、大丈夫か？ああ少し休憩するか。なくしたと思ってた。え？ブラスターブレードのことだ。だけど誰かに渡したような気がする。これ。お前。立ち上がれ、僕の分身。ブラスターブレード。お前じゃない。お前なんか俺は知らない。だったら合わせてやろうか。え、ミワ、ミワ、お前何か。もちろん知ってるぜ。お前がどんな反応するかと思ってこいつらに合わせてみたんだが、予想以上だったぜ。何言ってんだよ。ミワ、お前まさか。そのまさかさ。俺はサンクチュアリナイツ四天王の一人、ピンクタイフーン。ピンク？あなた、四天王の一人？カイトシキ、お前をサンクチュアリに招待する。どうしてサンクチュアリに？さあね、俺はただ千道愛知の命令に従うだけだ。愛知の？離せ！ダメ！
行け。イエスサー。離せ離せ。お前らの相手はこいつだ。おっと、そっちは頼むぜ、下戸執事。お呼びとあらば即参上。ケミちゃん、今週のファイナルカード。逆転ってやつ。待て秒でわかるカード紹介コーナー。今日紹介するカードはシャドウパラディンのドラグハートルアード。グレード1の味方リアガードを2枚退却させることで1枚ドローして相手のリアガードを1体退却。さらにドロップゾーンのグレード1のカードが3枚以上ならコストを支払わずに山札からドラグドライバールアードを探してライドすることができるぞ。このカードで君もライドザ・ヴァンガード。我らの怪盗式を狙うサンクシュアリ本部が送った次なる使者は SK4 の石田直樹。雑なんだよお前の予告は。伊吹浩二、石田直樹か。雑ってなんだよ雑って。俺にやらせな。どんな敵でもぶち抜く必殺のドリル、デトニクスドリルドラゴンを従えたオレンジサイクロンこと石田直樹様の通り台。ギラッと光る青い目が怪盗式にとどめをさ。待てお前たち、なんだよ怪。せっかく生死不明で引いてんのにネタバレすんな。